スペシャル動画。パクトラカイはね、女装変態ジジイっていうのをキーワードにしていく人物だったでしょ。あとは、キチガイとか精神病の診断書もパクトラカイをキーワードにしてる人物だったでしょ。まあ、大体それぐらいかな。で、まあ、といろいろあったけど、それはあんまり使ってないから、パクトラカイっていう人物にとってキーワードではなかったわけね、それ以外のこと。さて、じゃあ、ヒゲについては、絶対言わなかったです、あの人。なんでと思う。その人、ヒゲ薄いんかな。で、その人よりうちの方がヒゲ濃いのかな。だからヒゲについて言うの嫌なんかな。ヒゲが薄い男性から。それが嫌なんかな。自分と比べるのは嫌。誰かとうちを比べて非難してるんでしょ、じゃあ、パクトラカイは。自分と比べて、非難、批判するのと、他人とうちを比べて、うちを非難するの。どっちが、まあ、その話は非常に重要な話で、面白そうで、皆さんが考えなかった話だし、うちは考えた後だから、このぐらいでピタッと止めちゃったの。なんでって言ってやじゃないの。あんまり教えたらあかんって言ってるやんか。どうしてもって言うんやったら、ゲームブックのプロットの中に組み込みます。ね。それはもっと嫌。皆さんそういうのが分かっちゃう人生を字で生きるのは嫌っていう意味ですか？じゃあ、出てって。うちの世界から。でよ。さて、じゃあ、ヒゲについて、なぜ言わなかったか。言ったら、もううちの投稿もめっちゃ読んどったんじゃん。じゃあ、書いてあるわな。言ってるわな。めっちゃ聞いてて。うちの投稿、動画を。言ってるわな。書いてるわな。何かって。ハトムギのことやねん。ハトムギを飲めば飲むほどに、ヒゲは出ます。男も女も。体毛出ます。第一、哺乳類ってね、メスの体毛薄いですか？同じぐらい濃いですか？まあ、多少少ないよ、多少はね。猫の場合はね、例えば。で、それはそれとして、ハトムギを飲んだら、めっちゃデトックス進む。つまり声もめっちゃ綺麗になる。ね、喉飴に入ってるでしょ、結構。その代わりにヒゲはデトックスやから。毒素。実は、まあ、髪の毛は、毒素やねん。何かって言ったら、RNA を毒っていうふうに DNA は見なすから、その毒素を外に出すときの方法として、排泄物。以外には、髪の毛、体毛って形で、毒素、要するに敵、要するにウイルスだった RNA を処理する一つの方法やねんな。つまりウイルスを処理する一つの方法が髪の毛や髭だと。それは体毛やねん、実は。そういう形で、外に完全に排泄物みたいにポンって出さずに、しばらくこうやってくっつける特徴があるの、哺乳類って、実は。だから、髭の話出てくるからさ、ハトムギの話出てくるから、どん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 出すから。体内から体表に出してくる人じゃん。それがパクトラカイ嫌やったんじゃん。で、実際、ヒゲ剃ったら声高くなるんですよ。でも同時に、ヒゲ剃ってもらえ。で、同時に、いわゆる RNA も減るわけ。要するに男性表に、男性自我、まあ、自我が減るわけ。それは自我なしっていうか、もう、要するに操られやすい状態ですかって違うねん、実は。それがみんなの誤解やと思う。自我がなかったらなかったで、操られにくく、かえって、自分自身に戻れるか、操られてない状態になる。しかし、他の自我は来やすいよね。前の自我が消え去ったから。新手の自我が来やすい。っていうだけの話。まあ、それがまた、新たな危機の始まりではある。え、そんなひっきり出したんですかって。うん、割と、浄化されてたら、自我を追い出してたら、ハトムギ飲んだりして、追い出してたら、自我が追い出されてるから、イライラしとって、パクトわかる。だとじガンガンに頭に飲む。じゃ多少ヒゲ出ちゃうね。でしょ？だから、それに対する苦情の意味であんだけあれ取ったあの人。苦情やるの。こっちのがね、苦情言うべきでしょうけど。でも、同じレベルで苦情言う話じゃないやんか。同じレベルで苦情言うの嫌とか、いうような、そういう発達段階じゃないから、もううちはね。実は。確かに嫌は嫌ですよ。ね。幼い心もずっと持ってるじゃない。でも、もう大人になってるから、むしろ、
同じような怒り方、同じような切れ方、同じような非難の仕方をするような精神年齢ではもうなくなった。そして、あと麦を飲んでるっていうことをみんなに言ってほしくなかったから、ヒゲの話は必死で避けたんじゃん。あるいは本能的にって言うべきなのかな。違うでしょ。自我が細胞を誘導して、もうその質問だけは必死で自我は分かりきってるから避けたんじゃん。ハウトグリの話だとたまらん終わりやん。またがよろしい。